はい、ですね、すいません、さなぎね、掘り出したやつどうするのかということで、動画ね、撮り忘れてました。動画消した後ね、あ、そういえばさなぎってなって今動画回してるんですけれども、はい、人工養殖をですね、このように作るんですよ。はい、で今ですね、1匹が入居中です。2個空いてます、偶然にも。はい、で前回じゃねえか、動画にはしてないんですけれども、他のね、さっきと同じような状況で掘り出したのが、バッカンしたのがあって、これね、ほら4とメスをサナギの状態で確認しましたので、救出してます、こういう感じで。はい、でね、これオアシスっていうとかね、園芸用のそのスポンジなんですね、水分を染み込ませる。それをですね、まあ、ダイソーとかでもホームセンターとかでも100均とかでもいいんで売ってるんで、それを買ってきて自分でこれを型取りしてね、くり抜いてやります。はい、で適度にね、湿らせておいてあるものです。でここにですね、幼虫を入れていきます。一応勾配がついてて、頭がね上になるように、人間と同じで枕するような感じでね、入れます。こっちが上なんで、こっちにこうやって。ヘラクレスのメスに関してはこのぐらいの大きさで私大丈夫だったんですよね。こんな感じ。はいですね。はい、これでですね、ウカマでそのまんまにしておきます。時々部屋が乾燥する場合はですね、時々確認していただいて、このスポンジがですね、あまり乾きすぎていないかだけ確認していただければ、あとは放置で大丈夫ですね。はい、こんな感じですね。Yeah.